福島第一原発にたまる処理水の海洋放出について原子力規制委員会が正式に認可しました。水産業の関係者からは反発の声が聞かれました。東京電力は福島第一原発で増え続けるアルプス処理水を大幅に薄めて原発の沖およそ1キロの海底から放出する計画を去年12月に原子力規制委員会に提出し審査が進められていました。原子力規制委員会は今日の臨時会でこの放出計画について安全上問題はないと結論付けました。東京電力は工事を進めて来年春頃に放出を始めたい考えです。石巻市の水産業の関係者からは反発の声が聞かれました。我々が一番心配しているのは、よく風評被害がこれから起きた場合どうするのかというようなこともありますけれども、海洋汚染が あった場合、この産業そのものがですね、壊滅状態になってしまって、地域から人がいなくなってしまうということが一番恐れているんです。